公尺令場のたしなみは、三輪による日本の小説。小説家になろうで2015年から2017年まで連載された。書籍版は、角川のウェブ小説関連の単行本レーベル、角川ブックスより2015年11月から2018年12月まで、刊行された。イラストは、双葉葉月が手掛けている。2021年7月時点で、 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は130万部を突破している。2015年12月22日創刊のヤングエースの増刊誌であるウェブ無料漫画雑誌ヤングエースアップにて創刊ラインナップの一つとして梅宮きによる漫画版が連載を開始している。婚約者であるエドワード王子とその取り巻きによって床へ押さえつけられた際に 前世の記憶が蘇った、公爵令状のアイリスは、前世の記憶を頼りに、ここが乙女ゲーム、君は僕のプリンセスのエンディングシーンということ、自身が主人公であるヒロインに嫌がらせを行う悪役令状であることに気づく。起点により、退学は免れなかったものの、その場を感情に流されることなく貴族の教授を持って切り抜けたが、次に待っていたのはジップである。 アルメリア公爵当主との面談だった。ゲームではここで近親と修道院への幽兵が待っていたものの自身の気持ちの変化と現在の置かれている立場を述べたところ、父から領地での近親とは名ばかりの領主代行としての領地経営を命じられる。前世の記憶や知識をもとに、まずは領地の把握とかつて自分が拾った優秀な部下を集め領主代行として 領地経営を開始する。ウェブ無料漫画雑誌、ヤングエースアップの2015年12月22日より配信開始。作者は梅宮好き。原作冒頭よりコミカライズを開始している。単行本は角川コミックスウェイスレーベルにて発売。期間すべてに原作者書き下ろしの小説が収録されている。ありがとうございます。